いいの出てくれよ。いいの出てくれよ。はい、どうもシャバです。本日はですね、フルコンプさん、横浜まで行きました。こちら、遊戯王5000円くじというものを、今回なんと6パックですね、買いました。で、当たりリストがすごいんですよ、こちら。はい、左上の暗黒マリオ復活から始まって、オルタナのシークレットですよね、世界大会のやつとか、ホーリーナイトドラゴンとか、ブラマジの初期とか、増殖する G も持ってないんですよ。シークレットの春うらら3枚セット、すごい。初期も新しいカードもいろいろあるということで、楽しみに開けていきましょう。ほい、あ、こっちが上ですね。ではまず最初のカードが、よいしょ、お、ライトロードハンター来航。はい、ターボウォーリア、なんかかっこいいカード来てるな。あ、サイバーブレイダー前当たりましたね。はい、アスカさんのやつですね。そして破壊神の系譜、お、ホーリーエルフだ。岩石の巨兵とか書いてあるね。うん、なんかイラスト的にちょっと懐かしかったので嬉しいですね。そしてこれが当たりカードかな。はい、あ、ハルウララですね。普通に半分まあぐらい返ってきましたね。まあ、手札誘発の、いや、このカードほんと強いよね。デュエマにあったら大変なことになっちゃうよ。はい、ハルウラさん、ハルウラさん、ハル、はい、ハルウララさんが来ましたね。よいしょ、よいしょ、ない、あ、ハルウララですね。ハルウララ2枚目いただきました。おー、なんかかっこいい。でもここら辺は当たりなのかな、外れなのかな。はい、ニルバーナハイパラディンだって、すーごいかっこいいね、これ。エビルナイトドラゴンの、これなぜかプレミアムバッグ3のやつが出ましたね。クイックスパナイトかわいい。なんかシークレットのこの文字がすごい好きなんですよね。この文字がつぶつぶになってるところがね。ザ・スプレンディット・ヴィーナス。一瞬英語版のカードと思いきや。こんなのいいんだ。パック買ったんでね。お、よし来た、ガッチャ、ガッチャ、楽しいデュエルにしようぜ。ガッチャ、ガッチャ、ガッチャ来たよ。よし。ワタポン来ましたね。ワタポンはなんかの付録だったかな、これ。はい。でも、これ、ゴールドシリーズで再録したんですね。創世の予言者。お、かっこいい。コアキメイル・バラハール。これ、絶対噛むでしょ、言うのに。コアキメイル・バラハールね。ゲートウェイ・ドラゴンですね。これ、新しいやつかな。ゲートウェイとか、なんか最近のファイアーウォールとか、なんかコンピューター系の名前来ますよね、よくね。ガッチャ来るよ、ガッチャ。よいしょ。はい、裏面ですね。さあ、どうだろう。来ましょう。はい、あ、ディメンションマジックだ。これ、ブラックマジシャンの必殺技ですね。創世神・ティエラ。ティエラなんちゃらってなかったっけ。あ、それちょっと違うかな、それカフェの名前かな。はい、あ、エンコードトーカー来た。前ファイヤーボールドラゴンとか当たってなんかね、喜んでたらもう使えなくなりますよみたいなの聞いて、うん、なんかリンク召喚系ちょっと怖いな。あ、シールドクラッシュの懐かしい。はい、これ存在するモンスター1体選択肢高い。これ確かリバース効果発動しなかったんじゃないかな。はい、では行きましょう。よいしょ、おお、え、外れてもオルタナティブか。まあ2500円分ぐらいは入ってんのかな。はい、これ KC レアってやつですよね。はいはいはい、うん、まあ、え、全然いいじゃん。よし、ガッチャできるか。あ、なんかでも分厚い気がする。ガッチャできる。あ、ガッチャ、ガッチャ、ガッチャ来た。ガッチャ、待って、2回ガッチャしてる。はい、忍び足。はい、オットアイズ、ライトフェニックス、ストロングホールド。あ、イエローガジェット、レッドガジェット、グリーンガジェットってやつだ、これ。スカーレットノバドラゴン。おー、なんかデーモンの召喚の色は色と似てるね。なんか最後幻獣になってんだけど、これなんだ。あ、え、これもガッチャできる。あ、つくみ、やっとピントが合いましたね。はい、スピリットですね。スピリットってもう懐かしい。稲葉の白ウサギとかめっちゃ使ってたな。え、待って、なにこれ。ブルーアイズホワイトドラゴンの、英語版ですね。これかっこいい。普通にコレクションだわ。ありがとうございます。ジャンプ001って書いてあるけど、何なんだろうな。ネムクラウダー、あ、ラムクラウダーか。ネムじゃない、眠いだけだ私が。あ、伝説のフィッシャーマン来ましたね。うん、これ海になるとすごい生き生きするやつね。懐かしいな。なんだっけ、なんか海の効果で相手のモンスターがなんか飲み込まれて動きできない、動きがなんかね制限されるみたいなのありましたよね、アニメでね。ということで最後がガッチャと31番。え、31まであんの。ということで、引き換えてきます。引き換えた後の動画はこのまま後につけますね。じゃあ一旦横浜行ってきます。はい、戻ってきました。引き換え券3枚をですね、横浜まで買いに行って、戻ってきたんですが、なんかね、これだけね、サイドローダーっていうのか、硬いのに入ってるんですよね。他が薄っぺらいので、先にじゃあこっちから開けていこうかな。31番から開けていきましょう。お、なんかまた入ってる。よいしょ。ああ、はい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 。遊戯王ボリューム1ですね。じゃあ開けるか。うん、せっかくなんでこれを開けて、ここでブラックマジシャンの初期当てれば超爆アドですからね。当たってくれよ。あ、サイクロプス。あ、いいですね、いいですね。未開封のまま取っとくのもありだったな。プチ天使ですね。うん、かわいい、かわいいよね。サイクロプスもそうなんだけど、プチ天使もね、本当にかわいい。色合いがいいですよね、初期はね。はい、デーモンズミラーと、うん、悪魔の鏡。いいですね、シンプル。はい、レッドポーションからのブラックマジシャン、こういうブラックマジシャン。
ブラマジ、あ、サンダーキッズ、この顔本当にムカつくな。これ雷を体の中に蓄電させている、泣かせた時は危険ってね。今ならねこいつちょっと泣かしに行ける気がするわ。グロいピカチュウ。はい、ということでボリューム1でした。で次が引き換え券5、これも薄いんで、じゃあもしかしたらこれもボリューム3とか入ってないかな。ボリューム2とか3ちょっと開けてみたいんですよね。はい、お、あ、え、ちょっと待って、雪うさぎの宿から取りました。最近ね雪うさぎ結構高いですよね。なんか1枚6000円ぐらいで宿見た気がするんですが、なんかねもう1枚あるっぽいんですよ。行きましょうか。はい、うわやったー、よし、雪うさぎ2枚。あ、これ普通に2パック分ぐらいありますね。2パック半ぐらいあるんじゃないかな、この2枚だけで。すごい豪華だな、びっくりした。ではこれが、あのこれですらサイドローダーなかったんで、これサイドローダー入りってことはやばいの来るんじゃない、本当に。こっち表、あ、こっち表っぽいな。なんか袋に入ってる、怖い怖い怖い。はい、では行きましょうか。これ結構でも見る限り備品ですよ。すごい備品な感じがする。さあ何が来るでしょうか、行きましょう。当たりはこちら。よしよし、めっちゃ嬉しい。ちょっと待って、ブラックマジシャン、ブラックマジシャン来た。ブラックちょっと待って笑いが止まんない。ちょっと待って、うーわ、これ初めて見た生で。ブラックマジシャンのレリーフですね。レリーフってこんなかっこよかったんだ。いや普通にね、あの何がね、しかも驚きってめっちゃ備品なんですよこれ。うーわ、なんかね開けた後のこのツルツル感がまだ残ってる感じがする。パック開けた後の結構あのこういう折りパって当たってもねあんまりちょっと傷が入ってるとかあるんですけど、やっぱさすがフルコンプさんですよね。コレクター向けのお店というか、うん、コレクターに優しいフルコンプさんはさすがです。備品を入れてくださいました。はい、ということで実は開封してから引き換え券をですね、取り替えに行くのにですね、3日ぐらいかかったんですけれども、当たったやつなんだっけ、ハルウララとか当たった気がするんだよな。ハズレでもハルウララが入ってた。で5000オリパでまあ半分返ってくるでしょ。でこれだいたい2パック分ぐらい、ブラックマジシャンと雪うさぎでって考えると、普通にうん、なんか爆死しないくじだったんだなっていう、うん、いいくじだった。しかもこういうボリューム1とかね、私はちょっとこれで外しましたけど、うん、未開封とかコレクターしてる人にとっては普通にね、当たりパックなんで良かったんじゃないかなと思います。ちょっとまたこれ来年も出てたら行ってみたいですね。ということでシャマでした。さよなら。